はいみなさんこんにちはレック専任講師の赤松直弥です2020年度の司法書試験の合格を目指す新15ヶ月合格コースこちらの講座をレック京都駅前本校で担当させていただきますどうぞよろしくお願いいたします今日はですね15分でわかる赤松クラス というタイトルで簡単に私のクラスの特徴をお話しさせていただきます。まずはじめに簡単に私の自己紹介をさせてください。私は平成8年度の司法書士試験の合格です。受験回数はまあ運よく1回でパスすることができました。で、私がこの司法書士試験を目指したきっかけはですね。 弟がもともとサラリーマンしていたんですけれども脱サラをしましてそして税理士に合格しましたでまた、あ、今は税理士をしているんですけれども私もそれに少しまあ触発されたっていうところがありましてそしてまあ弟が税理士で私が司法書士を取ればですね、まあ、兄弟で まあうまく協力して仕事ができるのではないか、まあそういったことも考えてですね、この仕事資格を目指すこととしました。まあ皆さんもまあいろいろな動機はねあるかと思うんですけれども、この資格を取ればですね、本当に人生がガラッと変わるきっかけとなります。ですねもし今ですね資格を目指してみようか、勉強してみようかと。 考えていらっしゃる方はですね、ぜひとも前向きに検討してみてほしいと思います。まあ自分にできるんだろうか、やってみようか、あるいはやめようか、まあそういったことをくよくよ考えているだけでは全然前に進みませんからね。それではまあ人生も変えることはできないと思います。まあぜひまあ早めにしっかりとよく考えて決断をしていただきたいと思います。 で私はもともとはありません司法書士を目指した頃は法律の知識は全くゼロでしたですのでまあ独学でちょっとこの式を目指すのは無理だろうということで予備校いろいろと探しましたでまあいろいろと予備校あったんですけれども、まあ、結果としてレックレックか司法書士兼は最大手ですし 実績も十分でしたのでレックで勉強させていただくことになりましたで、私もひょっとしたら皆さんが受けていたかもしれない新15ヶ月合格コースですねこちらの出身生でありますで、その講座を受けてゼロからスタートしてそして翌年の試験に合格することができましたので今度は私が講師として皆さんにその短期合短期合格のノウハウ レック式勉強法のノウハウ、それをしっかりと伝えていきたいと思っております。私はこのレックの講師になる前もですね、実は同じ講師業をしていました。小中学生対象の学習塾で、まあ塾の専任講師をしていました。まあですので、そういった意味においては、まあ今と同じような仕事をしていたんですけれども。 え、ということでですね。まあ、司法書士になる前から、まあ、一応、まあ、試験というものはどういうふうに勉強すればうまくいくのか、あるいは逆にどういうように勉強した場合は失敗してしまうのか。そういったことは重々わかっているつもりでした。で、自らの受験勉強においても、それを実践したつもりです。今度は私が講師として、皆さんにそれをしっかりと伝えていきます。 試験は平成八年に合格しましたが、以後ですね。二箇所の事務所勤務を経まして、平成十年には自分の事務所を開業しております。えーまあ、小さな個人経営の事務所ではありますが、まあ、日々楽しく司法書士業も行っておりますで。最近の司法書試験は、えーまあ、学問上の論点も。 まああのそうなんですけれどもそれにも増して実務的なな問題がたくささん出される傾向になってきてきいます、まあ、従いまして、まあ、別にこの試験に受かるために司法書士の事務所に勤めていただくとかそういったことは必要ないんですけれども実務のことはある程度は分かっておく必要もありますので、まあ、私の実務経験を踏まえて皆さんに講義の中で実務のお話最近の実務の動向など まあそういったこともいろいろとお話をして試験に役立てていただきたいと思っております。この司法書士試験は合格率で言いますと4%前後となっております。ということは100人4人しか受からないということですからはそんな試験もやめようかなで。 思ってしまいそうな数字なんですがこの4%という数字はあくまでも形式上の数字ですから特に気になさる必要はありません。まあ、どのように考えればいいかというと、えー、受験生全てがきっちりと勉強してて受けけいいるわでではないんです、えー、勉強ほとんどできてない受験生もおりますしそれから一通りは勉強したんだけれども ほとんど覚えていないという状況で受けているという方もたくさんいらっしゃいます。ですので、本当に合格してもおかしくないと言えるぐらいきっちりと勉強した上で試験に臨んでいる方は、まあ上位の10%から20%ぐらいと考えていただければいいです。その中での勝負ということになるわけです。まあ従いまして実質の競争率はですね、その上位の 十パーから二十パーの中での勝負ということで、まあ私的にはまあ三倍ないしは四倍程度というように見ております。まあその裏返しとしまして合格者は何回ぐらいの受験で合格しているかと言いますと、実はまあ一回で受かる人もいますし、二回目、三回目、三回目ぐらいまでで受かっている方が全体のまあ半数程度を占めるわけです。 3回程度で受かるということは実質の競争率はそんなに高くないしっかりとした勉強法を取ればですね十分短期で合格できる試験であるということが言えますこの司法書士試験の難しいところまあこれよく分かっておいていただきたいんですが実は一つ一つの問題は特に難しくはありません。 問題を一問だけピックアップしてこの問題を解いてみましょうということであれば、えー、まあ対の方が解くことができますでは何が難しいかというとその個々の問題ではなくて勉強しなければいけない範囲がものすごく膨大なんですもう量がものすごく多いんですしたがってほとんどの方が一通りは勉強はするんだけども そのすべての範囲をきっちりと覚えることができないっていう状況に陥ってるわけです。で、それでは受からないわけです。受かるためにはまずきっちりと範囲を勉強して、かつその勉強した範囲を覚えていること、試験の場で思い出せることが大事なんです。単に勉強したっていうねだけではいけないんです。まあそのためにはどういうことをすればいいのか、まあそれは皆さんが 小中高と勉強されてきたのと同じことが言えますけれどもまあ難しい分野があったりすればですね自分なりにいろいろとまとめのノートを作ったりしたりあるいはできるだけですね難しい部分を省いて分かりやすいところに絞り込んで勉強したりいろんな工夫をされたことがあるかと思いますま。試験もそれと同じでですねいかにこの膨大な情報をうまく まとめるかそこに尽きると思っています。で私のクラスでは、まあ、そういったところをですね一番重視してやっているつもりです。はい小諸試験がどういった問題が多いかというと組み合わせ式問題といわれる問題が圧倒的に多いです。 こちらをご覧いただきましてこのような問題です。誤っているものの組み合わせはどれか、あるいは、えー、正しいものの組み合わせはどれか、こういった問題となります。A パターン、A さんは U、えー、と E の枝はまあ、ほぼ下口にわかる。他の枝は知らない。B さんは R、えー、から O いずれも聞いたことがある話ではあるんですが、マルかバツかといえば、えー、自信を持って切れない。 という状況ですで実は A さんのパターンでで答えを出すすことができます組み合わせ式ですから「う」が「×」という自信が持てれば誤っているものを組み合わせこれは番番か5番しかしないわけですそして「え」が絶対「丸だという自信が持てれば「5」は消去法で消せますからということは「い」の枝が特に分からなくても答えは「3」と出すことができます。 少々試験はこのような試験だと思ってください。で今のような組み合わせ式問題を解くときに全ての枝を勉強しておこうそういった対策を立ててはだめですそうなると B さんのようになってしまいますそうではなくて A さんのようにできるだけ勉強する範囲を絞り込んでただしその自分が勉強したところは完璧に覚えているそのような勉強が大事です。でできるだけ知識を絞り込んで 精度を高めていくという勉強です。はい、えー、まあ私のクラスですが、はい、こちらは私の、えー、まあ紹介ですが、レクツの講師歴は約20年ほどになります。使用書士試験を知り抜いた巧みと自負しております。 担当講座もそこに書いてありますように初学者向け中上級者向けと幅広く講座を持っていますはいまあ、そのように、えー、講義経験も豊富ですから安心して受講いただければ結構かと思いますはい、そして、えー、講義の方ではブレイクスルーテキストというテキストを中心に使っていきます このようなテテキキススストトとなりますブレイクスルーテキスト、はい、そして講義の中ではブレイクスルーテキストの重要箇所を皆さんに、はいまあ、このようにマーキング等をしていただきます。で私のクラスではもう一つ工夫を凝らしているところがこのように板、えー、書というものをお配りしています。 でこれはこのようにランガに貼り付け貼り付けられるサイズとしておりますから、皆さんは講義で配られた板書、それをこちらにランガに貼り付けて、そしてテキストとその補足という形で情報をこのように一箇所にまとめていってください。情報があちこち散らばっていますと勉強するときも大変ですから、できるだけ テキストを中心に、そして板、えー、書形式でフォローしていくという形で授業を進めていきます。はい、えー、そして、えー、赤松クラスのまあポイントなんですが三つございまして、はいまずはこの試験択一式があります、えー。今のブレイクスルーテキストとそれから板書ですね。これもまあ、えー、私のオリジナルなんですがそれに加えまして。 あえー、講義ノートですねこれを、えー、利用していきますまずあのオリジナルっていったのはブレイクスルーテキストはレック全般的に利用されているテキストですからねそのブレイクスルーテキストに、えーまあ、貼り付けていただく板書これがオリジナルということですそれと講義ノートっていうものも、えー、使っていますこれはブレイクスルーテキストには載っているんですが、まあ、よりまとめ直した方が分かりやすいだろうというところそれを私なりにまとめたものがあります。 はいまあ、例えば、これは不動産登記法という科目ですが一例としてこのようなものとなります。す、は、で、い、にブレイクスルーテキストそれからそれを補う板書そして私のオリジナルの講義ノートこういったものを併用していきます。はい、それから次に記述式式問題もありまますが、はい、書式対策としまして えー、講義の中でも当然対策を行います講義の中の対策に加えて、えー、私のクラスでは皆さんにホームワークを追加で出します、まあ、それを家で考えてきてもらって次の回に提出していただくというやり方です。えー、ということでまあ他のクラスと比べるとまあ記述の分量として、ね、たくさん解いていただくということになろうかと思います。はい、それともう一つ えー、ポイントの三つ目として、えー、確認テストというものを実施しておりまして、えー、これは毎回、えー、前回の講義内容の復習、それをそんな難しい問題ではありません。一問一答形式のまあ十問程度の問題です、えー。講義内容の基本的なところが理解できていれば十分解ける問題です。はい、これを実施しますので、えー、これで講義のペースをつかんでください。 復習をできるだけためないようにしていただくことが重要なんですけれどもどうしてもですねえまあ何かきっかけがないとなかなか復習もできないのでえ次のクラスに前回やった範囲のテストがあるということになるともうどうしても復習せざる,せざるをえませんからえ私のクラスではそのようなやり方をとっています。はいまあ、今ののようにえ赤松式の卓越対策 書式対策それから確認テストこの3つがま私のクラスのポイントとなりますまあ、自信を持っているところですからぜひですねまいろいろ公開講座等もございますから京都駅前本校にお越しいただいてですねぜひ一度ま聞いていただければと思います。 まあ、あの私のクラスの特徴ですね、まあ、それ前提としまして合格者の方からこのようなお会を、えー、いを頂いております。はいまあ、これは択一ですが、まあ、とにかくこの試験は出るところと出ないところそこのメリハリ付けが重要です。えー、重要部分とそうでない部分を、ねまあ、しっかりと分別してくれたこれは2016年の合格者私のクラスの合格者の方。はい、それから次は記述式 ですが、はいこちらは今年の試験の合格者の方で、えー、私のクラスの出身生の方ですが記述式で全国一位の成績を取ってくれました。まあ記述もですね私の自信を持っている、えー、ところです、えー。赤松先生の本試験の分析力は、えー、もうずば抜けているっていうねありがたいお声を頂戴しております。はいそれからこちらはですね2017年の 一発合格者です。一回の試験で合格された方、こちらの方は私の毎回実施している確認テスト、この毎回の確認テストを本気で満点を取ることを目指して勉強した。まあそれが本試験につながったという声をいただいています。はい、まあそのように私のクラスのポイントとですね、まあそれに対する合格者の方からのいろいろとねありがたい。 お声を頂戴しております。はい、次にですね。はい、こちら私のクラスの実績、まあ一部ですけどね、簡単にご紹介しておきます。初学者向けの講座は、え、二千十六年向けは神戸本校で担当しておりまして、一発合格者が出ております。 2017年向けは京都駅前本校で担当しておりまして同じく一発合格者が出ております2018年の初級講座は担当なし少しここはお休みをいただいておりました中上級者向けの講座も担当しておりましてそれは右側に書いてある通りでまあ8名4名4名という形でですねたくさんの合格者を出しておりますはい、それから先ほども ご案内いたしましたが私のクラスの合格実績で、まあ、全国で上位で合格していただいた例としましては2011年午後の部記述式全国1位2018年午後の部同じく記述式全国1位私のクラスから全国1位の成績を取ってくださった方がいらっしゃいます。 はい、まあ、そのような形で、えーまあ、長年、ですね私もこのレックで講師をさせて、えー、もらっておりまして講義には自信があります、えー、実績にも自信があります、えー、ぜひとも、えー、レックの京都駅前本校で私の、えー、新15か月合格コース、こちらの方で、えー、2020年の合格に向けて一緒に勉強していただければと思います。えーまあ、最後にですね、えー、私のクラスは 毎年すごくアットホームな雰囲気で行っています。まあこれは強制ではありませんが、たまにはクラスの懇親会のようなものも開催することがあります。えそしてまあそういった場をねまあぜひあの使っていただいてクラスの仲間を広げていただいて、えそしてまあ皆さんで和気あいあいと仲良く、えー、まあそれから切磋琢磨ですね一緒に頑張っていただければと思います。 はい、ではまた皆さんと京都の教室でお会いできることを楽しみにしておりますぜひ京都にお越しくださいではよろしくお願いします